これが仮想通貨の現実、残酷な世界。この世は奪い合い、我々は踊らされている、試されている。覚悟のできていない奴は大口投資家にされる。どうも、投資家の村松です。今回の動画は後編になっております。前編は概要欄に載せておきます。また前回の動画では対購入者必見プロ直伝の利確テクニックという内容で話をしたんですけれど、この利確テクニックは対以外にも応用可能ですので、この動画を見た方は必ず前編も確認するようにしてください。また前回の対利確テクの動画でも話をしているんですけれど、対という仮想通貨を紹介したんですが、詳しい利確動画について挙げている方がいなかったので、対のことに誰よりも詳しい村松が対紹介者を代表して個別でサポート、利確相談に乗っています。タイのことでわからないことなどあれば何でも私投資家村松に聞いてください。個別の利確サポートをしますというような動画を上げた後、わずか10時間程度で370人以上の方から申し込みがありました。利確サポートの風景を少しお見せしたいと思います。今回紹介したのは375分の11だけです。まだまだ利確サポートできていない方も多いと思いますが、対紹介者代表として対購入者全員が利益をしっかりと出せるようにサポートを頑張っていきます。また個別利確サポートでどのようなことを聞いたらいいのかという方も多いと思いますが、 LINE に対相談というキーワードを送っていただくと、このようにフォームが流れます。そしてそのフォームの内容をチェックして個別で連絡をするという形です。これからタイを購入しようか検討している方、タイを購入したけど利確までしっかりと面倒を見てほしいという方は、私の LINE までタイ相談とキーワードを送ってください。それでは本編に入る前に一つお知らせです。最近の動画で村松を知ったという方も多いと思いますが、必ずチャンネル登録といいね、通知ボタンもオンにしておいてくださいね。今後の仮想通貨の最新情報を誰よりもどこよりも分かりやすく発信していきます。必ずチャンネル登録、いいね、通知ボタンお願いします。また個人 LINE でも質問は24時間受け付けていますので、概要欄から LINE の友達追加もお願いします。それと私の LINE ではこのような仮想通貨投資のスクールを無料で運営しております。仮想通貨はどこで買えるんですかというような仮想通貨初心者はもちろんのこと、仮想通貨を持っているけどどうしていいか不安な人、とにかく少額からでも送り人になれる方法が知りたいという人、必見の内容となっているので、ぜひ受け取ってくださいね。対紹介者代表、対プロフェッショナル、対専門家、対オタク、対を愛し愛された男、まあ肩書きは何でもいいし、私のことをどのように呼んでくれてもいいんですけれど、とにかくタイであなたのことを勝たせます。また私の指導方針というのは絶対に勝つことです。すでに上場してしまっているコインですので、長期目線で見れば10倍20倍取れるかもしれませんが、そこまでのリスクは負いません。とにかくまずは原資回収を考えて、その後利益を少しでも多く残せるようなやり方を指導していきたいと思います。また前回の動画ではバイビットを使った注文方法、指し値注文、成り行き注文について解説をして、実際の画面を見せながらタイを20万円分利確しました。この動画がとても大反響をいただいておりまして、検索ボリュームはそこまでないので視聴回数とか全然回ってないんですけれど、タイを購入した人からはここまで徹底的にサポートしてくれてありがとうございます、分かりやすかったみたいなメッセージがめちゃくちゃ届いていました。私は自信を持ってお届けするコインしか紹介をしません。紹介したコインは誰よりも詳しくなろうと思って勉強をめっちゃしています。国内海外問わず、俺は村松よりもタイに詳しいぜという自信のある人がいたら名乗り出てください。あ、開発者はちょっと除外します。さすがに私よりも詳しいに決まっているので、開発者以外で俺は村松よりもタイに詳しいぜという自信のある人がいたらどうぞ名乗り出てください。それでは本編に入る前に一つお知らせです。現在私はソラナプレゼント大祭りという企画を開催しています。応募者全員にソラナをプレゼントしています。こちらの動画は概要欄にも貼っておきますが、一部内容変更します。ランダムで3人選んでそれぞれ10万円分のソラナをプレゼントします。こちら参加したい方はぜひ私の公式 LINE を追加していただき、キーワードで100と送っておいてください。それではお待たせしました。早速本編に入っていきます。今回の動画では圧倒的な資本主義の世界をみんなに見せます。ビットコインの大口投資家はどうやって勝っているのか、100億1000億持っている仮想通貨投資家はどうやって稼いでいるのか、その全てを今回の動画で徹底解説していきます。まずは大口投資家の思考を考えるようにしましょう。そもそも100億とか1000億分もビットコイン持っていて、皆さんならどうしたいと思いますか？これ以上稼ぎたい、これ以上お金欲しいなんて思いますか？思いませんよね。普通はこれから買い増しなんてしないんですよ。どうやったらこの100億1000億を売れるかだけを考えていると思います。だってビットコインなんてただのデジタルデータなので、現金化するまで何の価値もありません。そして2012年以前から投資して資産が1000倍になって100億を超えている人、これ以上買うなんて普通は思いませんよね。
じゃあ現金化したいなら早く売ればいいじゃんって思ってる方も多いと思いますが、なんでまだ売ってないのか。それは結論から話すと、今売ったらもったいないからです。これからビットコインはさらに上がると思ってるから売っていないんだと考える人も多いと思いますけれど、もうこれ以上ね、お金持ってもどうしようもないと考えています。ビットコインの価値が今後上がるかどうかなんて、ぶっちゃけ100億以上ビットコインを持っている投資家からしたら、そんなことはどうでもいいんです。つまり今回ビットコイン最高値更新しましたよね。そして4回目の半減期も迎え、仮想通貨がこれまでにないような盛り上がりを見せています。でもそんなことは本当はどうでもいいと思ってます。だって1000億持っている投資家からしたら、俺が1000億くらい売ったらどうせ大暴落するじゃん。ビットコインの価値なんてこれ以上上がろうが下がろうが全部自分次第、自分がいつでも全員にとどめを刺せるというような状況になっています。あなたも投資家であるなら、もっと物事全体の動きを見るようにしましょう。お金に目を奪われると周りが見えなくなってしまいます。ビットコイン最高値更新とか4回目の半減期ということで、仮想通貨業界はこれまでにない盛り上がりを見せていますが、あまり浮かれすぎないでください。常に危険と隣り合わせというのが仮想通貨投資です。じゃあ仮想通貨投資ってやっぱり怖いのかな、やらない方がいいのかな、どうしたらいいのかなって考えている人多いと思いますが、私が全て導くのでしっかりとついてくるようにしてください。それではここからはビットコイン大口投資家の勝ち方について解説をしていきますが、初めに皆さんに勉強しておいてほしいことがあります。前回の動画で成り行き注文、指し値注文について話をしましたが、成り行き注文を行えば100億持っていようが1000億持っていようがすぐに売却することはできます。ただなぜ成り行きで100億を全額決済はしないのかというと、100億分も買ってくれる人がいないからです。まあ、この言い方だと多少は語弊はあるんですが、要するに今の価格でいうと1ビットコインおよそ1000万円ぐらいですよね。1000万円で1ビットコイン売りたいのに、自分が100億も売ってしまうことで暴落をして1ビットコインの価格が下がってしまいます。それだともったいないですよね。ではここまでの話を踏まえた上で、ビットコインの大口投資家はどうやって勝っているのか、どうやって利確をして稼いでいるのかについてステップを分けて解説をしていきます。まずはステップ1、少しずつ決済から解説をしていきます。ステップの1は少しずつ決済です。まず大口投資家100億持っているとしたら、1000万円くらいだけ売却をします。現在のビットコインの流通量は1885万ビットコイン、市場価値としては1兆2300億ドルです。毎日およそ28万件の取引が行われています。そしてその平均取引額としてはおよそ48億ドルです。要するに1000万円と聞くとかなり高額なように思えてしまうかもしれませんけれど、1000万円ぐらいの利確だったらそこまでチャートは動きません。ただ毎日1000万円で利確をしていたとしても、100億すべて決済終えるまで1000日もかかってしまうんですよ。どこかのタイミングで大きめに決済をしなければいけません。そこで出てくるのがステップの2、大きめに決済です。ステップの2としては大きめに決済をします。毎日1000万円で取引をしていてもおよそ1000日もかかってしまうわけですから、1億円くらい入れたい時もあります。ただ1億円も売ってしまうとビットコインに多少影響は出てきます。前回の動画でタイを購入した人、200万円以上で購入した人は200万円全額を成り行きで注文しないようにというような話をしました。なぜならタイという仮想通貨はそこまでまだ知名度はないので、取引ボリュームとかで考えると200万円でも動いてしまいます。同じように取引ボリュームで考えると、タイの場合であれば200万円で動く、ビットコインの場合であれば1億円程度あれば少しチャートは下落します。こちらは一気に大きな売りを入れていて取引ボリュームが一時的に高くなった部分のチャートを表示しているんですが、このように一時的に1億とか2億とかの大きめで決済をしたら一時的にチャートは下落します。そうなるとビットコインは安くなってしまいますよね。そして次に大口投資家が考えることとしては、ステップ3、安くなった時に買い戻しです。ステップの2で1億円分ぐらいだけ売って、チャートは一旦下がりますが、1億円くらいの売りであれば下がったとしてもいつかは元に戻ります。そもそも自分で戻すのも可能です。なのでそのまま1億円分を利確して現金化して持っておくこともいいと思いますが、買い戻しをして自分で戻しても OK です。そして最後にステップ4、丸1に戻るです。それでは最後にステップ4、丸1に戻るについてこれまでの復習をしながら解説をしていきます。まずはステップ1で1000万円とかの少額を少しずつ決済をしていきますよね。1000万円とかの少額だとほとんどチャートに影響は出ませんが、ここではどのようになるのかチャートの様子見も兼ねていると思います。そして1000万円では1000日もかかってしまいますので、どこかのタイミングで1億とかの大きめに決済をします。1億とかの決済をするとさすがにチャートには影響が出てきてしまって、ある程度下落をします。そしてステップ3としては、チャートが下落したところで買い戻しをするか、それとも1億とかの決済をしても買いの影響が強い場合であればそのままチャートが戻ることもありますので、そのまま1億円分は自分の中で現金化をするなどをします。そして最後ステップ4としては丸1に戻る、同じように1000万円を決済したり大きめに決済をしたり、安くなった時にチャートがそのまま上昇していなければどっかのタイミングで自分で買い戻しをしてチャートを支えるなどをします。ここまで解説をしてきましたが、どうでしょうか。完全に大口投資家の勝ちゲーですよね。我々は踊らされているんだということに気づいたはずです。そしてこの後最悪の話を
をしましょう。ステップ5、全額売却です。ビットコインこれがもう最高値だな、天井だなと思ったタイミングで、大口の気分次第で100億1000億の売りを入れられたら、それはもうビットコイン崩壊です。でもビットコインが崩壊しない道もあります。それこそがビットコインホルダーの人口が増えることです。100億円の大口投資家に対抗するには、100万円分のビットコインを買った人が1000人、たった10万円分でも1万人の人が買えば100億円に対抗できるわけです。100億円の売りがあったとしても、100億円分の買い支えがあればビットコインというのは動きません。また現在は人口のたった 4% 程度しか仮想通貨を持っていないというデータがあります。この人口が例えば 5% になれば、 10% になれば、 20% になればビットコインの価格は安定をしていきますし、ビットコインを法定通貨にした国だってあるほどです。なので先ほどお話しした大口投資家の気分次第でいつでも崩壊させるというのは、今の仮想通貨ブーム、今後の仮想通貨の世界のことを考えると、そこまで現実的な話ではないのかもしれません。ではここでまとめに入ります。先ほどビットコインのホルダー人口が増えれば大口投資家の売りに対抗ができるというようなお話をしましたが、それは10年後になるのか20年後になるのか分かりません。まあ5年以内に起きるような話ではないと思います。その5年以内のどこかで大口投資家の気分が変われば、どこのタイミングでも仮想通貨は崩壊をしてしまいます。それならもっと現実的に考えて、我々一般投資家が現在の環境で勝つにはどうすればいいのか、ぶっちゃけ IDO に流すしかないと思うんですよ。私の分析では暴落は今年1年は起きないと思ってます。安定相場フェーズに入ったと思ってます。ただ年内中に2000万円に伸びる、2倍になるというような話をしている人もいますが、正直今の相場であればかなり難しいと思います。そこでまあサムネイルの回収にもなるんですけれど、ビットコイン3年後に1億円説とかっていうような話はね、あまり信用しないようにしてください。その噂を流しているのは大口投資家かもしれません。みんなに買い支えをさせておいて、ビットコインの価格が10倍ぐらいになったところで、今まで持ってた100億円が1000億になってるわけですから、そこで全部売却をしてビットコイン神話を崩壊させる可能性だってあります。あまり信用はしないようにしましょう。ただ現在の環境、2024年の環境であれば、ビットコインの地合いは非常に安定をしています。ビットコインの地合いが安定したらいいこともあって、ビットコインの地合いが安定すると、 IDO がたくさんローンチされるんですね。そして IDO がたくさんローンチされれば、高期待の銘柄も非常に出てきます。しかし10年後20年後、ビットコインの地合いが今よりももっと安定した場合、ほぼ法定通貨として採用してもおかしくないぐらいになってしまったら、 IDO は今よりももっとたくさんローンチはされますが、100倍200倍銘柄というのはおそらく出てこず、5倍10倍とかでも激アツ IDO なんていう話になっているかもしれません。つまり勝負を仕掛けるのであれば、今年はビットコイン投資ではなく IDO に投資をするのが最善策です。ただ今の環境でも100倍200倍というような話は前よりも聞くのは少なくなってきました。その代わり平均的に20倍だったり30倍というような IDO はたくさん出てきています。なので今年の立ち回りとしては、ビットコイン投資ではなく IDO に投資をするのが最善策で、 IDO バブルの1年になると予想をしています。ここまで動画を見てくれてありがとうございます。次回予告です。明日の動画では DMM のビットコイン不正流出事件について扱いたいと思います。国内取引所のハッキング不正流出事件は今回で5件目です。被害規模は2018年1月に発生したコインチェックネム流出事件の580億円に次ぐ大規模な被害額です。もう会社が丸ごと吹っ飛ぶ勢いぐらいのやばい不正流出です。今回の事件を踏まえて、皆さんはどのように行動をしたらいいのか、ビットコインはこれから暴落をするのか、それともこの後下がるのであれば、これをチャンスと捉えて買い増しをした方がいいのかについて徹底解説していきます。ぜひ明日の動画も楽しみにお待ちくださいね。それでは以上で動画の方を終わりたいと思いますが、最後にお知らせです。ソラナプレゼント大祭りというプレゼント企画を開催しています。こちらは6月の3日23時50分までの応募となっていますので、概要欄にこちらの詳細動画を載せておきますので、そちらも必ずご確認よろしくお願いします。それでは以上で本日の動画終わりたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。最後までご視聴していただきありがとうございます。今回の動画がいいねと思ったら、チャンネル登録と高評価もお願いします。またコメントもすべて返しているので、動画の感想などもお待ちしていますね。それと私は仮想通貨専門の公式 LINE もやっておりまして、こちらの QR コードまたは概要欄から友達追加することが可能です。こちらの仮想通貨 LINE では、奥塾という仮想通貨投資が無料で学び放題のスクールを運営しております。仮想通貨投資に興味はあるけどなんだか難しそうというような苦手意識を持っている方も、ぜひ安心してご参加くださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今日も皆さん、いい一日にしていきましょうね。バイバイ。